ゲバジャーの宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の市谷奈々です。この番組はテゲバことテゲバジャーロ宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階宮崎サンシャイン FM オープンスタジオから生放送でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあということで皆さんざわついてますね。私は知っていますよ。そして私も見ましたよ、テゲバジャーロ宮崎のストーリーをちょうど1時間ぐらい前ですかね、公式からグッズの匂わせがあっていますねすごいね。なんかラジオでさ、会長が来てくださった時にメールで来たのかな、アクスタが欲しいよみたいなの来て、会長がよし、あ、アクスタって何みたいな話もあったと思うんですけど、あーだこうだ言ってじゃあ作ろうってなってできてますね。これもうここまで写真載せててグッズ化じゃないっていうことはないと思うからできたんですよね、きっとね。この写真で見る感じだと青山選手とか青木選手とかいらっしゃいますけど、おー、なんかどんどん形になっている感がワクワクしますよね。アクスタはもう結構他のクラブとかでもあったりしますけど、皆さん手元に来たら何します？やっぱ女子的には本当カフェとかにさ、推しの選手を連れて行って写真撮るみたいな、そういう使い方が多かったり、あと旅行とかそれこそアウェーの遠征の時とかにさ、そのアクスタ連れて行って来たよみたいな、結構見るよね。そういう使い方が、あ、手際でもできるようになるのかっていうのはかなりワクワクしますよね。でもなんか迷うわ。もしこれでじゃあナナちゃんも一人買っていいよって言われたとして、私は一体誰を選ぶんだろう難しいなって思うけれども、こういうワクワクは率先して味わいたいタイプなので、私も一人ぐらいは購入させていただき、デスクのとことかに置いてみようかななんて思いました。公式のね、正式な販売の発表を楽しみにしております。さあということで、この番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージをお待ちしています。宛先はリクエスト @3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。また X ではハッシュタグテゲバをつけてつぶやいてくださいね。え、アクスターっていうリアクション届いてますね。もう放送前からね、皆さんタオルマフラーの写真も出てましたけど、グッズの話題でもちぎりでしたが、今日も番組中にこの様々なリアクションを拾っていきたいなと思っております。そして X 限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は、番組1曲目に流れる曲を予想してぜひつぶやいてください。こちらは番組開始までの参加となりますのでご了承ください。正解した方にの中から抽選で1名様にテゲバジャーロ宮崎のステッカーに今日のゲスト選手のサインを入れてお送りさせていただきます。また次回もぜひ挑戦してみてください。ということで今日も60分どうぞよろしくお願いいたします。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャーロ宮崎を全力で応援する新富町、宮古シティ、有限会社コギト、約束にまっすぐ宮崎県民共済の提供でお送りします。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。宮古シティゴールデンウィークフェア、27日はキムカイザー防災ショー、28日は小田智明によるインストエライブ、そして29日は宮崎大学チアダンス部とアカペラのステージとイベント盛りだくさん。ゴールデンウィークも宮古シティへ。詳しくはホームページもチェック。ラジオをお聞きの皆さん、青い封筒が目印の共済をご存知ですか？それ県民共済です。創業以来、手頃な掛け金やスピーディーなお支払いなど4つの約束を守り続けてきた県民共済。この機会にご家族の保証を見直してみませんか？詳しくは県民共済で検索。Tirar a la puerta. Gol.
marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.全力応援番組テゲバレイディア J での挑戦、今日はテゲバフェイスのコーナーからスタートです。早速今日のゲストプレイヤー登場していただきましょう。それでは自己紹介お願いします。ミッドフィルダー7番ゴーザトナエです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてディフェンダー16番吉田智康です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの2人に来ていただきました。たくさん観覧も来てますね。嬉しいですね。近いですよね。近いです。プレッシャー感じますみんな選手を凝視してますけれども今日は2人とどんどんお話ししていこうかなと思います。さあということで、まずは今日の1曲目予想の振り返りの方からしていこうかなと思います。本日の番組1曲目は浜田翔吾マネーでした。こちら正解者の方がですね、見る限りいらっしゃらないかなという感じで、なんでこの曲だったか分かりますか？理由があるんですけど。マネーですよね。マネー、今日が初任給の日ということで、そう、まあ給料日の方もねいらっしゃるかなと思うんですけど、お二人初任給何買ったなとか何かあります？いや覚えてたりしますか？何も買ってないですね。魚里選手は何も買ってない、はい、僕確か俺福島だったんで、はい、福島のお酒を親にプレゼントした覚えが、お素敵だった気が親孝行な子ですねそうなんですね。今日はまあ初任給の日ということでこの楽曲となりました。で、正解者の方いらっしゃらなかったのでダブルチャンスを発動します。イエイ、選手のリクエスト曲を聴いてますので、この曲を、曲が流れるまでに皆さん当てていただいて、正解者がいたらステッカーをお渡ししようかなと思います、はい、今日は吉田選手のリクエストソングを当てようかなと思うんですけれども、ヒントをいただけないでしょうか？僕のあのテゲバのホームページの好きなアーティストの曲、はい、おお、はいはいはい、これアーティストも絞られましたからね、はい、かなりいいヒントなんじゃないでしょうか。とはいえかなりヒット曲もありますし、そうですね、名曲多いですので、まあ、でもヒット曲のうちの一つではあると思います。うん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 、こんぐらいにしときましょうか。もう観覧の皆さん一斉にのホームページを開いてますよみんな携帯手にしてますけれどもぜひこちらハッシュタグテゲバをつけて X の方で、ちょうど世代かと思う観覧の方々がつぶやいていただけたらと思います。お待ちしております。それでは始めていきましょう最初のコーナー、市谷から選手に聞きたい7つの質問、やい、はい、今日は試合のプレイバックがないので7つの質問をたっぷりやっていこうかなと思います、はい、もう早速1問目なんですが、これ最初に来てくれた選手、ラジオ初登場の選手、皆さんに聞いてるんですが、サッカーを始めたきっかけを、じゃあまず魚里選手教えてください、はい、小学校の頃に、はい、親になんかスポーツ始めたらって言われて、うんうんうん、で地元の小学校に野球とサッカーがあって、はい、でどっちしようかなと思ってて、で野球見に行った時に、うん、デッドボール怖いなと思ってでサッカーにしました。あ、そうなんですね。両方見に行ったんだ。一応どっちかしようかなと思ってデッドボールが怖くて、うんうんうん、サッカーにしたっていう消去法みたいな感じで。そうっす。あ、そうなんですね、はい、小学生の頃。そうですね。吉田選手はいかがですか？僕は3兄弟の真ん中なんですけど、うん、上の兄がサッカー始めてたんで、もうその流れに乗ってって感じですね。追いかけるように。そうです。それは野球が良かったなとかいろんなスポーツ興味なかったですか？まあ、お父さん野球やってたんですけど、うん、まあ、やって欲しかったんだろうけど、もうお兄ちゃんが始めたらもうそれはもう3兄弟みんなサッカーやったんで。あ、そうなんだ、はい、じゃあもうお兄ちゃんに決める権利があったかのような。まあそうですね兄弟あるあるですよね。そうですね。魚里選手ご兄弟は？兄もサッ
が一緒にダイビングで始めたんですけど、お、まあ、中学で陸上に行って、あ、そうなんですね、僕はサッカーに行って続けて、はい、ありがとうございます。初めて知りました。続いてちょっとまずはサッカーの話グッと聞いていきたいなということで、スタジアムいちごではぜひここを見てほしいというご自身のプレーの長所を教えてください。じゃあ吉田選手からお願いします。はい、僕は左サイドバックをやってるんですけど、うん、まあ、左足でのキックやったり、まあ、持ち上がり推進力ってところ、あとまあゲームを作るところっていうところを見てほしいなと思います。はい。そしてこれまあ一緒にね普段練習されてると思いますけど、はい、魚里選手から見てプレーどういう印象をお持ちですか？はい、まあ、友は相手を見ながら、まあ、適切なポジションを取って、うんうん、まあ、臨機応変にプレーできるし、まあ、左足のクロスが、まあ、いいものを持ってるんで、うん、頼もしいです頼もしいって言葉が出ましたけど、はいはい、すごい笑顔だ。はい、嬉しいですそうですよね、はい、じゃ続いて魚里選手のご自身の長所教えてください。まあ、自分の長所は、まあ、味方助けるプレーというか、うん、まあ、献身的にチームのために走るところなんで、まあ、ボールをかけ回すところとか、うんうん、そういうところ見てほしいなと思います。躍動してますよね。はい、こちら吉田選手から見て魚里選手どんなところがいいなと思いますか？僕の印象は結構縦に仕掛けてクロス上げ切るとかすごいなと思うのと、うん、あと守備のところで僕は後ろから守ってていつも助かってるなって、献身的に本当追ってくれて、うん、まあ、自分が出れなかったらもう一回二度追いとかしてくれるんで、はいはい、助かってます。あ、じゃあ2人は試合の時でもしっかり連携面バッチリ、はい、そうですねそうなんですね、はい、ありがとうございます。さあ続いて3つ目の質問なんですが、まあ、練習だったり生活の中で大切にしていること、こだわりなどなどあったら教えてほしいなと思うんですが、魚里選手ありそうな顔してましたまあ練習は、まあ、どんな時も全力でやるっていうのは、うん、自分の中で持ってて、で生活の中は、まあ、ここ数年、まあ、結婚してからなんですけど、はい、食事のところをこだわってやってるし、まあ、睡眠はまあ元から寝てるんですけどちゃんと寝てるし、うんうんうん、今年からストレッチ始めて、毎日ご飯の、あ、お風呂上がった後は1時間ぐらいすごいやってます。1時間、はい、もう今年はじゃあ欠かさずに続けてます。まあ、オフの前の日とかはやらないですけど、うんうん、練習次の日やったりしたら毎日やってます。変わりました？何か変化感じてますか？いや、まだ感じてないんですけど、うん、まあ、やって損はないと思う。そうですね、続けていきたいなと思います。なんでストレッチ始めようと思ったんですか？まあ、年齢も取ってきて、うんうん、まあ、これから体も変わってくると思うんで、そっかそっか、まあ、怪我とかをしない怪我をしない体作り、はい、そうですね、はい、そしてあのお食事のお話もされてましたけど、はい、これ奥様が作ってくださる？そうですね、毎日作ってくれるんですけど、まあ、食事もやっぱ大切だと思ってきたんで最近、うん、最近というかここ数年、うんうん、ちゃんと取るようにしてます。こう意識して取ってるものとかあったりするんですか？いや、まあ、バランスよく、まあ、疲れた時はこれとか、試合前はこういうの食べるとか。ご家族の支えもあっての生活なんですね、はいはい、じゃあ吉田選手ぜひ教えてください、うん、まあ、練習では、はい、まあ、100% で練習をすることだったり、うん、まあ、試合で出た課題とか、もっとこうしたいなとか、もっとこうできるなみたいなのをできるだけ試合までのまた何日間かでその課題を消す、うんうんうん、できるだけ詰めるっていうのは意識してますね。結構じゃあ分析する感じですか？あ、試合もできるだけ自分のは見るようにしたりとか、うん、まあ、J1 とか J2 とか自分がいたチームとかの試合もたまに見たりしますし。そうなんですね。そうですね、自分やったらこうできるかなとか、へー、そういうのは考えたりはします。じゃあ、あの実際に体を動かす時間もそうですし、はい、それ以外のところでも
いろんなものをインプットして。そうですね、そうですね、生活、まあ、プライベートもだから、まあ、坂君も言ってたんですけど、食事とか、はい、睡眠とか、その練習以外の、まあ、自主練じゃないですけど、練習っていうのはやれることはやった上で、その上でできた時間はもうゆっくりするみたいな。おー、しっかりやってできた隙間時間が唯一の娯楽みたいな。そうですね。結構ストイックな感じですか？どうですかね、まあなんかやることをやらずに怪我しちゃいましたとか、はいはいはい、試合出れませんだと多分後悔すると思うんで、なんかできるだけおじいちゃんおばあちゃんになった時に後悔したくないんで、うん、そういうのを、なるほど、はい、っていうのはよく考えてます。じゃあ今までの人生、なんだろうな、できるずっとそういう感覚で来られたんですか、後悔ないようにみたいな。でもあのダルビッシュさんが、はい、自分が今40歳ですけど、うん、こう20歳に戻ったらこうしてるだろうみたいなのを、もう今そこに来たと思ってやってるみたいな話をされたのを見た時に、まあ、そうだよなと思って、多分どっちにしろおじいちゃんおばあちゃんになったら多分後悔はちょっとは生まれると思うんですよ。まあね、ああしてたらなとかね、それをもう極力なくそうかな、いつ、まあ大げさっすけど、いつ死んじゃっても後悔がないような生き方をしたいなっていうふうには思ってます。熱いですね、メラメラ伝わってくる、はい、楽しいですねこういう話、いやなんかごめんなさいね、勝手におとなしいイメージが私の中であったので、はい、クールな感じ、こんなにうちに秘めたこう情熱が分かりやすく伝わってくるんだっていうのが今驚きがちょっとありますね。よく言われます。あ、そうなんだ、はい、そうっす、いろいろと X の方でもリアクションが届いておりますけれども、じゃあ続いて4つ目の質問いきたいと思います。で、50の質問、さっきもね、あの曲のお話からありましたけど、はい、ホームページに上がってるじゃないですか、はい、それでお互いにテゲバで仲のいい選手名前を出し合ってる、うん、これ知ってました？はい、大里選手は知ってる。知ってました。知らなかったっす俺は。あれ、俺は自分がさかなクンをあげてたのは知ってたんですけど、はいはいはい、さかなクンが俺をあげてくれてるとは思ってなかった。あ、じゃあ今初めて両思いに気づいたような感じなんですね。では上がっていて、まあ、今日のペアもだって待望のというか、はい、吉田選手は絶対に大里選手と出たかったんですね。あ、そうですね。そっちの方がやりやすいなと。熱烈オファーのもとかなったって聞いてますけれども、どんなきっかけでお二人こう仲良くなったのかなってっていうの気になりまして、覚えてます？最初の会話とか。あ、でも俺はあの大学時代に鳥取に練習参加した時あって、はいはいはい、その時佐賀が鳥取にいたんですよね。おお。でも別にその時になんか話したりはしてないんですけど、うん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 、僕はそういう入りでさかなクンに接した覚えはあります。そうなんだ、はい、え、覚えてるし、トモ、うんうん、が練習参加来て多分怪我して帰って、また来た、そうそう、そう、また来て、また来て、うんうん、あ、こいつまた来たって覚えてました。なるほど。で、今回テゲバで一緒になって、そうそうそう、じゃあその時のこともお互い覚えた状態で、お久しぶりみたいな。全然覚えてましたよ。あ、久しぶりみたいな。なんか友が覚えてますみたいなってきて、はい、覚えてるよっつって。あ、そうなんですね、はい、そういうつながりがあったから話しかけたりもして。お二人でプライベートで会ったりとかっていうのもあるんですか？よくご飯を食べさせに行ってます。ご飯を食べさせに行っている？食べさせてもらいに行ってます。食べさせてもらいに。え、そうなんですね、はい、ご自宅に、はい、おい、招いてもらって。あら、はい、どんなご飯を食べたんですか？は、最初はチェラシ寿司。え、おいしそう。で、この間は手巻き寿司と焼き鳥。あ、いいですね。奥様の手料理をいただいている。はい、あ、焼き鳥は僕が焼きます。あ、そうですね。焼き鳥は私主人公で、ベランダで、ベランダでめちゃめちゃ楽しんでるじゃないですか。あ、そう。結構他の選手もご自宅に来られたりするんですか？いや、まあ、まだ辻岡とケイシ、はいはいはい、辻岡ケイシと、うん、陽介、上野選手、はい、ぐらいですね、まだ。じゃあ結構限られたメンバーに、はい、で、俺は常に参加するように常に来てます。毎回逃さないように、はい、全参加レギュラー、レギュラーです。あ、そうなんですね、はい、え、逆に吉田選手がおもてなしすることないんですか？あ、それはないですね。あ、
はい、そうなんだ、はい、今後そういうご予定はもうないですね。あ、ないんですね。してもらおうかな。一人暮らしですよ俺。でも焼き鳥焼くとかはね、いやいやいや、できるかもしれないですし、一緒にどっか行きましょう、うん、そうしよう、はい、ぜひお出かけね、はい、いっぱいしてきてください。じゃあ続いて今日どんどん質問いきますよ。5つ目の質問、お二人の性格を、大里選手はのんびりした性格、吉田選手は自由な性格というふうにおっしゃっているんですけれどもこれまず本当ですか、合ってる？これは合ってると思ってます。自由な性格、自由な、自由な性格ってでもどういうこと、うん、どういうってなるじゃないですか、難しい、なんつうですかね俺あんま予定を前もって決めないとか、別に決まってる分にはいいんですけど、なんか今日こうしたいみたいな、はいはいはい、うん、今日これ食べたいからここ行く、あ、これ食べる、そういうことね、はい、あ、その日の気分で自由に動くっていう、あ、へえ、そういうことね、はい、え、じゃあ旅行に行きますとかなった時ってどのぐらいスケジュール立てます？旅行に行きますは、なんだろう、例えばじゃあどこ、群馬、僕群馬出身なんで、はい、群馬行くとしたら、うん、草津温泉に行くことは決まるかもしれないですけど、はいはい、それ以外は決めないかもしれないです。あ、えー、夜ご飯ここで食べようとかもう、まあ、ある程度調べるっすよ、うんうん、ここ美味しそうだなは、けどまあ何が起きるか分かんないのが旅じゃないですか。そうですね、はい、まあじゃあその時の、はい、計画通り行かないもんやと思ってるんで、人生も旅も深いな、深いな、突然なんか名言みたいな、そうか、自由だからこそ自由に行きたい、そうそう、はい、いや、そうなんですね、はい、自由だなって、そういうのか、そういう一面を感じること多いですか？いや、あんまないですね。自由だなって思わないですか？ま、まあ行動力あるなと思うけど、なんかオフの日にどっか遠出、急にいきなり遠出したりあ、そうなんですね、いきなりどっか行ってきたとか言うから、宮崎でもどこかお出かけされてるってことですか？まあ、青島は行きましたし、うん、あの、豊岬も行きましたし、あ、まあまあ遠いですもんね。この間熊本にも行ってきたし、熊本行ってきたってか、それも当日の昼までダラーとしてて、うんうん、よし行くかっつって言って、え、熊本って結構日帰り大変ですよね、はい、でももう行きたくなったら、行きたくなって、はい、そうなんですね、なんか面白い、意外だなっていう感じします、結構びっくりする、いや、そうなんだ、でも楽しいですね、その方がね、はい、自由な性格すごい伝わってきました。そして大里選手はのんびり、のんびりというか、まあのんびりやな、うん、それはもう間違いない、まったり、のんびり、まったり、うん、わか、そういう、もう、うんうん、もうまさに、え、感じません？え、感じますよふわっとされてるなっていうような、そうそうそう、はい、ふわっとしてます、そのまんまって感じです、はい、慌てることとかないんですか？いや、あんまないっすね。でも今日もあのちょっとラジオの入りがいろいろあってバタバタだったじゃないですか、で打ち合わせがね正直あんまりできなかったんですよ。でももう動じることのないこのなんか大丈夫っすよねみたいなあ、確かにのんびりしてらっしゃるなっていうのは今日もう私はすでに感じてます。そうっすね、あんまり焦ることはなかったっすね今日は。なんか最近これ慌てたわみたいなことあったりします？そんな俺でも慌てちゃったなみたいな、遅刻とかないんですか？遅刻したことないですね。ああ、そうなんだ、へえ、まあ一回もないです。のんびりだけど時間は守る時間は守ります。あ、そうなんだ。なんやったら早めに練習とかも、確かにいつも早いです。へえ、余裕持って行って、うんうんうん。吉田選手はなんだろう、時間結構細かく、んどう細くはないっすね。細かくはない、自由やもん、自由っすねで練習とかも、はい、まあ、間に合うけどみたいな。あ、でもまあまあ早いよ、はい、早めなんですね。なんかあるんすよ、自分が練習前にこれをやるみたいな。あ、そうなんだ。 そっちのこだわりがあるんでこなさなきゃいけないルーティーンみたいなのが、はい、いろいろあるってことですね。へえ、ありがとうございます。じゃあ続きまして6つ目の質問、ちょっとプライベートなこともということで、最近ハマっていること。ハマっていることか、教えてください。吉野選手は思いついてますね。あるある、何ですか？最近はアサイーボールに、おっ、おしゃれなの来た。いやいやいや、おしゃれではないです。もうなんかあの栄養を取ってるみたいなイメージです僕は。あ、アサイってすごく高いですよね、はいはいはい、栄養価が。あ、そうなんですね、はい、食べたことあります？アサイないです。ないですか？
大里選手はない。何かもあんまりわからない。浅いってあの紫色のなんかシャーベットみたいなやつの上にフルーツが乗って、うん、グラノーラとか、うん、ヨーグルトとかですか、うん、ヨーグルトでは入ってない。いや入ってるやつもあるかもしれないですけど、浅いボールを青島の方に食べ行ったりとか。すごっ、はい、食べに自分で作るとかじゃなくて、はいはい、あ自分で作るはそうっすね、なかなか。おしゃれだな。栃木の時ぐらいからっすね、あったんですよ家の近くに浅いボール食べれる場所があって、うんうん、よく行ってて、でまあ栄養価も高いからこれはいいなって。そっかそっか。宮崎もほんと青島のカフェとか結構多いですもんね、南国っぽいところがね、はい、あそうなんですね。浅いボールいいですね。宇里選手どうですか。ハマってること悩んでらっしゃいますけど。いやまあストレッチっすかね。おじいちゃんストレッチ始めましたもんね。ストレッチ、はい。なんか趣味は釣りっていうのも聞きましたけど。あそうですね。でもオフの日見事に全部雨なんで。確かに宮崎ちょっと最近雨が多いですよね、はい、だから行けてないんで。まだじゃあ宮崎で釣りはされてない、はい、あら釣り道具とか持ってきてるんですか。はい持ってきてます。行かなきゃ。だからトモト行きます、誘って。ずっと言ってるんですよ行こうって。吉田選手も釣りが好き。いや、山形時代に1回だけ。あ、1回だけ、はい、だから釣り竿は1個あるんですよね。あ、じゃあ教えてもらわなきゃいけないですね。はい、海釣り海釣りです。何、ルアーとかでやるんですか。餌？ルアーもやるし、餌もやるし。へぇー。まあ何でもやります。釣った魚を食べるとこまでするんですか。はい、持って帰って。さばけるんですか。はい。すげー。すごいっすよね。ちょっとぜひそれは宮崎。美味しい魚多いと思うんで、はい、晴れたら行きます。そろそろそのね、2人で行ってまたラジオで教えてください、はい、じゃあ続いてラストの質問です、こちらこれもみんなに聞いてるんですけど、今の夢は何ですかということで、サッカーの夢となんかプライベートな夢、はい、これ叶えたいなみたいなの一個ずつ、じゃあ魚里選手からいいですか。サッカーの夢は、はい、テゲバで J2 に昇格することです、うん、嬉しい。拍手が起こっています、ブースの外でも。プライベートはいかがですか。プライベートはプライベートの夢ですか。なんかこれ買いたいなとか、ここ行きたいなとか、叶えたい、まあ、大きい魚釣りたいです。宮崎のおいいですね。宮崎の大きい魚、大きい魚ちょっと今ね X の方で海釣りいいスポットたくさんありますよ。ほんまに教えてほしいです。おー、はい、教えてほしいそうです、はい、知ってる方どんどんハッシュタグテゲバでつぶやいてください、はい、大きい魚釣ってください、はい、じゃあ続いて吉田選手お願いします。はい、僕も一緒になっちゃうんですけど、やっぱテゲバで J3 優勝して昇格をしたいなって思いますね、うん、嬉しい。はい、プライベート、プライベート夢なんだ、ちょっと難しいですかね。でも福島時代のアンケートは貯金を頑張りたいって書いてましたよ。あそれはもう今それはないっすね。その夢なくなった。それはないっすね。もうなくなってしまった。なんだろうな。なんだろうね。プライベート、あでもなんか趣味といった趣味がないんで、うんうんうん、なんかちょろっと最近ゴルフもやったけど今ちょっと薄れてきてるし。あららら、そうなんです、ね、ちょっと前すごなかった、めっちゃすごかったですよね。俺今日も行ってますっつって、すごかった。あららら、じゃあ宮崎ゴルフいいんですけどね。 いいんですよね、うん、でもちゃんとしたじゃあ趣味を作る。お、なるほど、なんでしょうね。こちらもじゃあちょっとおすすめの趣味募集しましょうか、はい、ぜひぜひ皆さんリアクションの方お願いいたします。さあということでここまでの時間は一谷から選手へ聞きたい7つの質問でした、では1曲お送りいたします。こちら魚里選手のリクエストソングです。バウンディでタイムパラドックス。リアコーシティゴールデンウィークフェア、27日はキムカイザー防災ショー、28日は小田智明によるインストアライブ、そして29日は宮崎大学チアダンス部とアカペラのステージとイベント盛りだくさん。ゴールデンウィークも宮古シティへ。詳しくはホームページをチェック。皆さん新富町といえばレンコン、赤海亀、
か帰ってきたくなる街へ。新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。支払いがめっちゃ早いらしいよ、あの共済。あれなんだっけ、青い封筒のさ。それ県民共済です。保証内容が良くなってきたっていう共済、青い封筒のさ、名前なんだっけ。それ県民共済です。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあメールがたくさん来ております。結構今週も多いですね。本当にありがとうございます。お二人への質問とかいろいろ来てるのでどんどんご紹介していこうかなと思います。まずはラジオネームみかんずさんからいただいております。お二人に質問です。明石焼きや下仁田ネギが食べたくなる時はないんですか？これお二人のご出身の名物？多分そうですね。合ってます？まあまあちょっと下ネタはそうちゃうすけどまああります。えちょっと違うけど、あるあ、ありますあります。食べたいな。いや明石焼きってたこ焼きをだしで食べるみたいな感じなんですけど、はいはい、ソースじゃなくて。食べたことないですよ、私。食べたことあります？いやないです。でもまあたこ焼きの方が好きですそうなんですね、はい、下仁田ネギっていうのは、ああネギの名前？ネギの名前です、有名は有名ですけど、なんか、まあ、それを気にして買ったことは正直なくて、はい、地元ならではのなんかご意見って書いてあるんですね。そうですね。そっかそっか、はい、そうなんですね、まあ、っていうリアクションでした、はい、すいませんさあ続いて魚里選手に質問来てますね。ラジオネーム、はい、フラワーボムさん、足首から下がすげえ柔らかい、試合中グニャングニャンですがどんなトレーニングをしてるのに。足首から下が柔らかいよ書かれてますよ。そう見えてるでしょうね。いやそんな思ったことないですけどトレーニングも特にしてないですね言われたこととかも初めて言われました。おお、それはじゃあどういうことでしょうね。どういうことでしょうね。なんかまあ褒められてるんかな。多分そうじゃないですか。褒めだと思いますよ、はいはい、それじゃそれやったらいいありがとうございます。そうなんですね、ちょっと、まあ、いろんなサポーターさんそれぞれのポイント見てますからね。そうそうそうですね。続いて次吉田選手への質問ですね。ラジオネーム山形スタッフさん、宮崎の生活は慣れましたか？はい慣れました。まだ3ヶ月ちょいしかいないですけど、はい、結構宮崎大好きなんですよね。嬉しい、はい、なんでですか？なんか人もそう あったかいし、うん、まあ、気候も自体もあったかいし過ごしやすくて、うんうん、やっぱ僕群馬出身で海がない県なんですよ。そっか、はい、でもこんな身近に海があるのってすごいなんか新鮮というか。なるほどね。嬉しくて、はい、結構宮崎満喫してるっていうお話もね聞きましたよいろんなあの定食屋さんとか、はい、そういうの探って、まあ、アサイボールもそうなんですけど、うんうん、楽しんでます。宮崎を意外といろいろあるんですよ。何もないように見えますが案外いいとこあるので、ちょっとお二人ぜひ宮崎にいる間に満喫してください、はい、メール続きがございます。山形ではなかなか試合に出れなかったですが、ひたむきに腐らず練習をしていたのを知っています。今まで培ったものをテゲバジャーロ宮崎のために発揮してください。いつの日か J1 の舞台で吉田選手と戦えることを願っていますと来ております。ありがとうございます。山形からメールが嬉しいですね。届いてますね。続きましてラジオネームポムポムプリンさん、魚里選手へのメッセージですかね。動物園がおすすめの場所と書いていますが行きましたか？フェニックス動物園ですか？はい行きました。おおすすめの動物ありますか？キリンですねキリンね、はい、いるんですよね。やっぱすごいでかいんで、はい、迫力がすごかったです。ちょっともちろん低い声で言ってほしかったですわ。キリンですね。そうそうそれは確かに私の振りがそうやった、そうやった動物園いいですよね。はい、めっちゃ良かったですよ。こちら宮崎満喫してる吉田選手、動物園どうですか？いや行きたいとは思うんですけど一人じゃ行かないですねちっちゃいことかな。あ寂しいですもんね夏はねプールが出たりとかして。あそうなんですか、はい、またいろんな魅力がありますのでぜひ行ってみてくださいさあ続きまして
こちらメールご紹介しますね。ラジオネームコスモスさん、フットサル1試合しただけで足が痙攣してしまいます。なんで90分も走って元気なんですか？毎日厳しいトレーニングをしてるので走れますそうですよね、はい、練習あってこそ。そうです、積み重ね。そうですね。じゃあ多分この方も毎日練習すればいけます。いける絶対いけます。美味しい奥さんの料理が、食から、あと睡眠とストレッチ、あしたら走れます。そうです、はい、もう信憑性高い今日はご意見がありますのでストレッチだったらね、なんか私もできそうだな、はい、そうですね、ドラマ見ながらとかでもいいんですもんね。そうそうそう、はい、やってみようかな、はい、そして、続きましてラジオネーム黄色いゾウさん、さかなクン選手、足の筋肉がえげちねえですが普段どんな練習をしてるんですか？足の筋肉すごい、初めて言われました全部初めて初めて言われた、はあ、これ特段なんかこう意識した足トレ、足を鍛えてるとか？いや特に足のためのトレーニングはしてないですけど、うんうんうん、まあ、いつもやってるメニューやってたらこんな足になりました、はあ、あ、そう。でも腕とかめっちゃムキムキじゃないですか？なんか分かりやすい。そうっすか、はい、それも初めて言われました。あれなんか細いって結構言われるんですけど、足綺麗ですよ、足が。ん、細い、足が綺麗、はい、ちょっと後でじっくり見させていただく、はい、本当にメールいろいろ来てますね。続きましてラジオネームぐんまちゃん、塚沢翔、はい、合ってますか呼び方の、はい、塚沢翔のスーパースター吉田選手、はい、毎試合塚翔高崎 FC 合ってます、高崎 FC かなの皆さん、みんなで応援しています、共に頑張ろうって来てます。小学校のチーム高崎、本当は FC イーグルってチームなんですけど、はい、そこ出身なんですけど、あ、地元からのメッセージ。いやスーパースターでもないですね。いやスーパースターでしょ小学校だ、僕をなんだろうな、多分子供たちは、はい、母校じゃないですよ僕は、うん、ちょっとなんかいろんな小学校が結構集まるようなチームやったんで、でもその小学校でやるんですよ練習は。なるほど、はい、クラブがその小学校で練習してたみたいな、そんな感じですね。一応スポーツ少年団ではあったんですけど、そうです、いろんな小学校からは来てましたね。でもやっぱ地元の人たちは気にしてるんじゃないですか、今宮崎にいるんだよねみたいな情報をね追ってくれてたりするんですかね。そして、ラジオネームみのりさん、皆さんこんにちは。吉田選手次で100試合ですね、おめでとうございます。福島をスタートにしてくれてありがとうございます。福島で、料理屋みのりというお店をしています。時間があればご飯を食べに来てくださいと来ております、はい、サポーターさんもぜひって書いてますね、はい、行ったことあります？行ったことはないですね。どのあたりにあるんだかは、うんうん、福島市って書いてありますか？福島って書いてますね。どこだろう、はい、ちょっと調べて、はい、私もいつか福島行ってみたいなと思ってる、はい、東北行ったら寄ってみます、はい、寄ってみますといただきました。続いてラジオネーム大塚のムーさん、大塚のムーさん、大里選手の好きな魚料理は何ですか？魚料理いやまあ刺身が一番好きです。おお、焼き魚ではなく、あ、でも焼き、サンマの塩焼きも好きです、ね、美味しいですよね、はい、でもお刺身なんですね。そうですね。お刺身だったら何が好きですか？はい、ヒラメとかフグとか。おお、フグそうなんですね。ちょっとマイナ、なんて言うんだろう、あんまりフグのお刺身食べれるとこ、テッサ、テッサ、うん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 、高級っすよね、うん、いいな、食べたいな。でも、まあ、あれが一番好きですね、テッサが、はい、そうなんだ、舌が超えてること。本当ですね、美味しいもの食べてきたんでしょうね、はい、食べてきました続きまして、ラジオネームクレヨンペンさん、お二人はおとなしめですが手際でよく喋る人、にぎやかし担当誰ですか？辻岡選手結構喋るんですか？まあ、うん、全員に絡むんじゃないですか基本的に。辻岡、勝利、勝利、まあ、ケイシとか、うん、ケイシ、まあまあまあ、なんだ、でもケイシはなんかいじられて、いじられいじられて輝く、あのなんかおとなしめって言われてるのがちょっとあんまり、おとなしめ、俺
いや、まあ、うるさくはないんだ。うるさくはない、うん、でも今日こうお話ししてみてかなり印象変わりました。あ、本当ですか。うん、めっちゃ喋ってくれるなーっていう。いいんですかそれ。めっちゃいい意味です。辻岡選手はすごく元気な方だって私も聞いてたんですけど、ラジオになると緊張されてたのか。ああ、そうですね、ちょっと緊張しいなってちょっと私も引き出しきれなかったなっていうのがあるので、ちょっと次お二人で辻岡選手喋らせてもらってもいいですか。わかりました。お二人からの多分一緒だったらね、いろいろ話してくれると思うので。そしてラジオネームユンボさん、弾幕を作らせてもらったお二人が揃っての出演嬉しいです。観覧には行けないけど正座して拝聴いたしますと。お、弾幕見ました。はい、はい、うん、さかなクン150試合出場おめでとうございます。記念のサインもありがとうございます。でもこれは通過点、200試合250試合と重ねてくださいね。その時を見届けますので、またぜひサインをお願いします。そして友康くん、確か次の相模原戦が100試合目では、勝利で飾って帰りに弾幕にサインを楽しみにしています。お二人とも怪我なく試合に出続けられますように。宮崎に来てくださってありがとうございます。嬉しいです、応援していますと答えております。ありがとうございます。すごくなんか愛が詰まったメールですね。ありがたいです。はい、100試合、次が100試合目ですか。そうですね、うん、ぜひ記念の試合なので、ね、はい、勝利飾りましょう。もうちょっとメールいけますかね。ラジオネーム どれご紹介しようかな。本当にね、今日たくさん来てるんですけど、ひとみんさん、群馬県から吉田選手を応援しているものです。吉田選手に質問があります。テゲバに移籍が決まった後、初めて宮崎県に降り立ったのはいつ頃でしたか。1月8日に来ました。お、1月8日、はい、本当にまだ3、4ヶ月経ってない、経ってないですぐらいなんですね、はい。で、6月に憧れのホーム宮崎遠征予定です。宮崎に来たらここに行ってみてというおすすめの場所、ぜひ教えてくださいと聞かれます。まずは青島じゃないですかね青島推し、はい、うん、まあ、綺麗なんで海も。そうですね、まあ、なんか整ってて結構空港からも近いので。あ、そうです、青島は行きやすいですよね。そうですね。青島行って何をされてるんですか。僕はあのアサイボール食べますはい、そうだった、おしゃれアサイボールもほんとね、いろいろありますもんね、はい、そっか、ちょっとぜひじゃあその行ったところを巡ってもらって、聖地巡礼じゃないですけど、はい、してみてください。遠方在住ですが、トモさんの足先の絶妙なタッチが奏でる左足のキックと熱い背中の見せるプレーが大好きです。ずっと応援していますといただいております。もうすぐ宮崎来てくれるんですね。はい、お待ちしております。ではメール一旦この辺で、リクエスト曲予想の答え合わせといきましょうか。正解者の方いらっしゃったんですかね。そうですね、どうなんですかね。そうやけど、では答え合わせです。今日の吉田選手のリクエスト曲こちらです。ビーズでラブファントム。テゲバコネクトです。テゲバジャーの宮崎の情報をお伝えしていきます、まずは週末ですね、27日はホームゲームです。 SC 相模原との一戦となります。そしてホーム連戦ですね、ゴールデンウィーク5月6日月曜祝日は AC 長野パルセイロとのゲームとなっております。でこちらの試合なんですが、ゴールデンウィークスペシャルということで、来場された皆さんにはテゲバオリジナルのマフラーをお渡しするということで、タオルマフラー付きチケットを販売しております。で中学生以下はテゲバはあの入場無料なんですけれども、今回は来ていただいて、中学生以下のお子さんは無料かつタオルマフラーもプレゼントということになっておりますので、ぜひご家族で応援に来ていただいたり、まあ、お誘いし合ってねお越しいただけたらと思います。スタジアムにいろんな車が集合するということで、パトカーとか救急車とかが来るイベントもあったり、あと宮崎県いつも試合にも来てくれてますけど、スタジアムに登場して今回みんなで日向ダンスを踊るというような企画もあるというふうに聞いております。ぜひ子供連れ大歓迎です。遊びに来てください。
で今日お二人もチラシ配りをされたということですけれども、はい、この都をしてでやりました、はい、どうでした か、 なんかおじいちゃんおばあちゃんとかも頑張って、ね、見てくれて、うん、まあこういう活動もいいなと思います。見起こしてのどこら辺で今日は配ってたんですか。バス乗り場のところでやったんですけど。大里選手はバス乗り場のところ、はいはい、吉田選手は僕はこの1階のエスカレーター、まあ、はいはいはい、人多かったですか。人は多分バス停よりは多かったんで。そうですかね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日渡した人たちがね試合に来てくれると嬉しいですよね、はい、はい、ではちょっと一通これ怪しいメールが届いてるんですよ。ラジオネーム辻岡優馬から届いております。うるさくないですって書かれていますが、本人ですかね。本人ですよね。多分そうですね。辻岡くん聞いてますか。本人ですよね。多分喜んでますね。喜んでるんだ、はい、あちょっと名前出てきたから嬉しくなってる。ラジオではあんまり喋ってくれなかったのに。だそうです。またぜひラジオにもね遊びに来てください。じゃあ時間の許す限りメールご紹介しようかな。ラジオネームどれご紹介しよう。サボテン丸さん、こんばんは。吉田選手が山形在籍時に、アンバサダーになって以来応援しています。なかなか行けませんがトークトーク山形からエールを送っていますという。こちら山形ですね、はい、そして福島からも来てますね。ラジオネーム3時のヒロイン猫さん、福島から J デビューのトモくん、左足キックとスタミナの成長にうるうるしています。チャンスを作ってね福島以外でと来ておりますね。、はい、そして魚里選手宛てのメールもねいろいろ来てますよ。ラジオネームカステラまんじゅうさん、7月の試合最初の試合を見に行きます。頑張れ魚里選手。宮崎の皆様、自分は福井なので美味しい居酒屋があれば教えてくださいっていうようなメールも届いておりました。ではあっという間にエンディングとなります。お二人からお聞きのサポーターの皆さんに一言ずつメッセージをお願いいたします。じゃあ魚里選手、なかなか結果は出てないですけど、まあ、選手は最後まで全力で頑張るので、サポーターの皆さんも最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では吉田選手お願いいたします。はい、今季初の連勝がまたかかってるんで、今季は連勝できてないんで、はい、ホームで連勝飾れるように、まああと1日ですけど準備して最高の試合をして一緒に喜びましょう。はい、ありがとうございます。4月27日5月6日はぜひ皆さんでテゲバ応援しましょう。スタジアムいちご宮崎新富サッカー場でお待ちしております。そしてこれ1個だけ見せたい、ハッシュタグテゲバで大きな魚の写真が釣れてますね。日向市の細島湖をルアーで釣れましたということなので、ぜひ皆さんお二人も行ってみてください、はい、ということでラストみんなでテゲバイバイでエンディングしたいと思います。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオはまた来週です。皆さん今週末もテゲバを全力で応援しましょう。せーの、テゲバイバイ。せーの、燃えてくれた。